ろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日は FIFA 20、アウェイで清水とやっていきます。うん。ということでね、まあ、18節ということで、まあ、リーグ折り返して、うん、後半戦ですね。さあ、やっていきます。うん。あ、新加入のブラジル人とかはまだ、はい、スタメンには来てないですね。うん。スタメンはいつもと変わらず、アデミエソン渡辺の2トップです。さあ、やっていきましょう。うん。この熱気が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。実況は私西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命。さあ、アウェイですが、やっていきます。清水エスパルスがガンバ大阪と戦います。こういう試合を待っていました。どうなる？ナイス、渡辺、よく止めて、うん、まで渡辺、まず前半から見ていきましょう。田島から、うん、ポンセ、今日は上チームはどうでしょうか。チームはここ10試合ほどかなりの好調を維持しています。次々と勝利を重ね、いいその勢いに衰えは見えません。さあ、これ通して宇佐美からこのチームは注目ですね。もらえなかった。ボールは相手に渡りました。上がりましょう。ナイス、あー取れないか。うん、後ろに怒られそう。戻怒られなかった。うん、これはキーパーですね。チームのスターティングイレブンです。危なっ、何してんの。一般的東口がなんかしれっと危ないことですけど、実況解説今の何も言わないの。よし、さあさあさあ、渡辺に渡して、うん、相手ボールに。おっと、うまいね、それ止める。うん、さあ下がりましょう。いやーっと、ナイス、オッケー、僕もうまいね。よし、はい、出口から田島、渡辺に渡して、うん。ああ、そこの二人がずっとボールを回しますね。うん。井出口陽介、いいね。きつい、それ。まだ？どうだ？よし、とりあえず後ろ。うん。井出口陽介、へい、いいね。ここは引いています。相手を守っているのでしょうか。アデミンソンへ。アデから。いいね、渡辺。さあ、蹴っていった球は、これは入らない。これではキーパーに勝てないでしょう。よし。オッケー。うん。アデミンソン。さあ、どうする。アデ。届かない。やーっと。いいね。さあ、田島から、渡辺。さあ、サミー。いやー、ナイス。僕マジで絡んでない、いい感じです。でもナイス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 。いやー、いいね、うまかった。今綺麗になんか崩した気がする、わかんない。うん、ここね、うまい、ナイス。シュートは外れてしまったけど、宇佐美がしっかり詰めた。これ宇佐美いなかったら僕、いや、そうでもないか。何、僕はちょっとなんか違うとこ走ってんな。うん。まさみナイスだった。うん。いやー、いいよ。さあ、まず先制。うん。いやー、ちょっとね、シーズン前半本当に、一番最初の頃ね、ちょっとなかなか勝ちきれなかったのか、嘘みたいに。一応ね、まあ勝ちはしてるからね。いやー、待って、あー、ごめんごめん、調子乗ったらダメだった。頼む、お願い、ありがとう。よし。惜しかったですね。あ、さあ、まあまあね、僕が活躍するかどうかともかくチームは勝ってるから、っていうか僕が活躍してた時期の方が勝ってないまであるからね。うん、あ、届いて、うん、青山直樹、キムヨンゴン、あ、キムヨンゴンから、うん、よし、いいんじゃない、これサイドへパス、あ、おろせ、横に展開してきます。あれか、アルミエスのコーラス。ナイス？ナイス？あー、ダメか。あ、ファール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 。よし。よし、いいよ。危険な位置でのフリーキックです。いいよ、これ。直接、ね、ちょっと頑張ってたい、これ。よし。どうだ？あー、さすがに相手がしっかり取っちゃうか。うん。
キーパーに阻まれましたね。まあフリーキック入らないもんだもんな。うん、仕方ない。どうだ？いいよ。クロスのチャンス。ディフェンスライン。オフサイドか。惜しい。うん。出し手との呼吸が合いません。そうそうそう。うん。やーっと。井出口洋介。あ、井出口から。また通ります。うん。ここの2人の関係が非常に光ります今日のゲーム。あ、いいんじゃない？ユサミン。アデミウソン、何をしてくるの？どうだ？あー、ダメか。シュートはディフェンスに当たりました。惜しい。惜しい。うん。今日はポスト2本目だよ。え？相手のミスから、あー、惜しい。コースを読んでいたようですね。いやー、相手のミスから渡辺がすごいチャンスだったけど。これは、相手ひどいでしょ。まあ、でもよく自分で回収したね。よく止めたね、自分で。さあ、ただこのコーナー、決めていきましょう。あ、これダメだ、僕の蹴り損じ。うん。まあまあ、これ僕もう一回スローインかな。あ、終わった、前半。うん。よし。まあまあまあ、勝ってるよ、いい感じ。僕も結果が欲しい、そろそろ。後半のキックオフ。今度はガンバ大阪ボールです。入り口、矢島、僕。宇佐美が走って、僕、いいな。ブロック届いた、宇佐美、ナイス。どうだ、きついか。中央へ入る前にカット。宮島ナイス、よく止めて。うん。井出口洋介。いいよ。あ、例の外人が入ってる。新加入の外国人がいるよ。スローインです。うん。まあさあ、後半始めからか、前半途中からいたのかな、気づかなかっただけか。うん。ここから狙う。いいよ、あれ、ああ、惜しい、これは。うん。さあさあさあ、うん。減ってきました。これはどうなる？この選手が起点となってパスを回しています。うん。いいよ。さあ、どうする？さあ、このせい。ブラジル人、コノセ。ゆっくりと出しどころを探します。僕、いやー強い。これは、きついか。うん。いやー、前半、この選手のプレーがよく効いていました。まずそう。ゲームをリードまずそうな気がする。前半の主導権を取りました。よし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 、とりあえず、とりあえずに出て。うん。ここで選手の交代です。やーっと、コノセ変わって高木ですね。よし。さあ、僕がボール回って。宇佐美隆史。ついな、これ。試合前にニュースがありましたが、レアル届かないか。選手を獲得しました。ええ。どうなる？この成績はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。お、まずい。入れば同点ですが。やっちゃったよ。これでスコアは何回やんねん。見事なシュートでした。この勢いのあるうちに勝ち越しゴールも狙いたいですね。後半での取り返し、もう何度目かわからない。アデミウソン。失点していきますね。すぐ失点しますね。うん。焦っちゃうな、これはまた。うん。え？宇佐美が突破を見せる。オッケー。うん。どうだ？出口洋介。出口、矢島から。うん。いいよ。チャンスにできる。どうだ？え、PK？ ちょっと待って、今、どこで PK が起きた？何の PK？ 今、ちょっと待って、リプレイください。判定は PK となりましたが、確かにカードは出ていないようです。俺、PK か。ちょっと相手かわいそうだな、ちょっとだけ。でも、ありがとう。もらうね、PK。よし。やばい、コントローラーがブラブレ、ブレベタ。よし、沈めた。よし、PK 沈めて。2点目。よし、いいね。さあ、これで、逆転します。逆転じゃないや。また勝ち越し。オッケー、オッケー。いや、今の PK はちょっと、本当に、ありがたいって感じかな。単純に、美味しいって顔だった。
さすがですね。うん。OK。別のアングルからご覧ください。さあ、この、プレイヤー相手だと絶対に通じない、最初から打つ方向を見てる、NPC 相手前提の PK で、しっかりと確実に進めていきました。うん。よしよしよし。うん。ああ、どうなる？ナイス？よく止めて。入り口、僕。あ、これ渡っ、ああ、危ない。ごめん。はい。危ない。よし。さあ、三浦。矢島。あ、いいよ。うん。入口陽介パス。もう今度は失点したくないね、これ以上は。うん。支配しています。金子翔太。やーっとまずい。これはサイドを上がれそうです。サイド行かれる。いや大丈夫だ。うん。仕掛けてくるのか。やばい。見えていたのか。試合終了間際。嘘じゃんそれは。なんで？ごめん、まあ、取られたの僕なんだよな。諦めずにゴールを狙っていましたね。ちょっと待って待って待って、これまずい。もう一点入れなきゃ。うん。え？うん、ドリブルで運びます。ダメだ、これパス力が悪い。硬いディフェンスです。やーっとエウシーニョ、お願い、なんとか止めて。まずい、なんなら相手に行かれる。うん、いい位置です。まずいよ、何をしてくるのか。危ない。キョ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 。さあ東口止めて、次どうなる。よし、うん。取れるか、あれ、あれ、あー、ファールか。これはファールでしょう。フリーキックです。うん。選手の交代です。フォワードの選手を増やしたいですね。いやー、辛いな。ちょっと待って。という意思は伝わってきます。なんで？注目しましょう。清水浩平。あ、嘘。引き分けを許したゲームの試合。やだ。まさかの勝ち越し点が生まれました。逆。嘘でしょ。何回やんねんって感じやん、ほんまに。この展開を予想できた人は少ないでしょう。やば。この時間のゴールですから、これで試合が決まりじゃないですか。そうですね。もうごめん、もう。この時間だと厳しいと思いますよ。やー、終わった、これもう無理だ。向こうに運ぶ時間ないもん。ヘラトアウグスト。やー、ちょっと、嘘でしょ。いやー、この敗戦がちょっと優勝に響かないことを祈りたいけど、これはやってしまいましたね。うわー、今日は PK も決めて頑張っ、まあ、頑張ったかわかんないけど、あ、にゃー、いやー、マジかー。追いつかれて、さらに、最後の最後、逆転まで許してしまった。いやー、やっちゃいましたね。もう本当に、順位5位に落ちました。うん。いやー、1位との勝ち点差7。厳しい。うん。いやー、まあまだ、まだでも、こっから。こっから半分始まるんで、後半の。勝ちましょう。うん。悲しい。マジか。では、まあ、お疲れ様でした。またね。バイバーイ。バイバーイ。